ッケリーニのコンチェルト。中指の後ろには指がある。逆にスタンじゃダメなの？だってこういう形ないから。ないんだ。こういう形ないけど。逆にこっちの方が開くわ。ビブラートしたいって言ったんだよ。紐がついた感じ。ここにラーンってこういう感じですね。ヘッド表です。ちょっとお勉強しまーす。お、すごい、はい、YouTube でレッスンしようって考えてました。すごい顔が出てきた。変な口した。それでは15分の練習タイムスタート。頑張ります。
直貫禄がある貫禄があるね真剣な表情顔が怖いわゆきちゃんではお願いしますゆきちゃん楽しんでいこうどうしよう本当に腕が細いな腕がね真剣すごいちゃんと笑顔で弾いててすごい。あーいいね。得点高いよ。ねえ。すごい丁寧。でもなんかバイオリンの人がチェロ弾く方がハードル低いような気するね、うん、ああそうだよねまあだからもうちょっと弾けてほしかったかなああ厳しいテロビーキですね結果発表に行きたいと思いますイエーイどうなのどうだった石黒先生どうでしたかはいなんか2人の性格の違いがめちゃめちゃ出てたなと思うんだけど、なんか、ね、その、まえちゃんとりなちゃんチームは、もう、もろ熱血。はい、もう絶対バッケリーに引いてやるっていう感じだし、サイコさんとゆきちゃんチームの方は、もうなんか、チェロ楽しいっていう感じ。ね、ワクワクみたいなね、感じで。なんだ。そう。では、石黒先生はい。結果発表よろしくお願いしますはい。まいちゃんとりなちゃんチームが39点。あ、そうか。はい。サイコさんとゆきちゃんチームが38点。あーあーあっすいーいったやるさということは、まいちゃんとりなちゃんチームの勝利。その1点の差は何でしょうか、うん、聞いとこうかな。1点の差はね、やっぱり、うん、りなちゃんのあの、ゴリゴリのやる気満々なところで。それに、やっぱ、ね、舞ちゃんもものすごいしね、あんなに熱心なとこ見たことないって。確かに、テンションがね、やる気テンション高かったね。ゆきちゃんもめちゃくちゃね、良かったんだけど、なんかちょっとサイコさんからお金の匂いを感じたの。なんかこれ商売にしようとしてるな、みたいな。そこだな、そこがマイナスになっちゃったかな。そこか、私が範囲は。どうも今回はありがとうございました。はい、いやいや、こちらこそありがとうございました。お忙しいところで。本当にお忙しい。はい。じゃあ、石黒先生から採点表が来ました。
はい。はい、はい、どうですか、皆さん。なるほどね。さすが。丁寧さが。ほんと。メロン2だよ。2だ。表現力2だ。表現力2だね、ゆきちゃん。音色だよ、音色。音色。音色あ、もうそれそこだね。そこだ。本当だ。その一点だね。ビブラートかけたからかな。そうだよ。欲深い方が勝つのね。ってことはね。いや、やってみてどうでしたか。ゆきちゃん。ゆきちゃんどうぞ。私。うん、あでもやっぱり、もっと持ち方が違うだけで、うん、同じ弦楽器なのに、本当にこう下に持つだけで。楽があんなに変わるのと、あと一番やっぱりこの押さえ方、こう親指をこう横にして持つっていうとか、うん、そういうのがもう全然悩くて、ね、肘がこうどうしても下がってきちゃうっていう。一の指もね、こうやって押さえてたよね。これが難しいんだよね。そう、立てて。これでもみんなね、そうだよね。そうなっちゃうよね。あれは、うん、リナさんはどうでしたか？だからちょっと、本番はうまくいかなかったちょっと理由の一つとして、うん、左手のさ力が、うん、もうだんだんなくなってきてしまって、あ疲れてたってこと？そう。で、あとやっぱり指が痛くなってしまって力が入らない。熱血だったからね。熱血だったまたね、こんな機会があったら、はい、面白かったですね。はい、やろうね。はい、じゃあ今日はどうも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今回もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。9月にはバイオリン対決をね配信して、今回はチロ対決もしましたけれども、まあ、ね、ドキドキだったね。今日までね、ドキドキだったし、優秀でしたね。優秀でもね。いやいや、もっとできたはず。もっとできたはず。もっとできる子だ。本当。次回。もう一回ねやりたいね。やりたい。すごい真剣になる。ねえ、もっと上手くなりたいね。今後私たちも練習するときに、なんかやっぱり、ね、お互い楽器やったので、またちょっと、ね、うん、見方が変わる。優しくなれる、優しくなれる。そう、難しいよね。難しいよね。共感ね、しやすくなって。わかるわかる。ということで、皆さんも楽しんでいただけてたら嬉しいです。はい、次の配信は12月9日になります。また皆さんお楽しみに。それでは、さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。